おはようございます。さあ今日も元気にカヤック浮かべていきましょう。今日のメインのターゲットはまたマダイです。まあこのね2週間ぐらいでどんなだ、結構マダイ釣ってきたんでいい加減マダイいらないって言われてるんですけど、まああの引きはね一度味わうとねやめられないので、とりあえず釣れる時に釣ってね経験値稼ごうかなと思います。さて今日はタックル2つ用意してきて、今いつものグラップラにジグサビつけて寄り道しながら釣りしてるんですけど、あと2キロぐらいかな工具といつものマダイポイントにつくので、そしたら平らなタックルに変えていきます。じゃあでっかいマダイに出会えるといいね、張り切っていきましょう。いやなかなか漕ぐのしんどい体力ねえな。はい、今日は平らバーメインでやっていくんですけど、まあ、今までね平らバーなかなか乗り気じゃないというかね、一回道具揃えたことがあったんだけど、まあ、なんせ釣れなかったし、当時いちいちリーダー何結束結び直すっていうのでだりなと思って封印したんですけど、しばらくこの間義理のお父さんに平らば行こうよっていうのを誘ってもらって行ってみたら、まあ楽しくて、いやこんなに釣れるんだっていうのですっかりもう沼に片足突っ込んじゃったような形で、今日は平場メインでやっていく予定です。まあ、ロットもね新調して、後で紹介しますけど、この間紹介したオシアコンクエストにニューロット組み合わせて、平場やっていきます。まあ、魚探に相変わらずいい反応あるんだけど、なんせその都度落としたらポイントつくのが遅れ、また反応がある、無視遅れちゃうので、ちょっと魚探は無視して本命にとりあえず行きます。おお、早速当たった。なんだろう、なんかフグっぽいな、なんか当たりが叩くね、変なところかかったな。 50m あたりの、今水深78なんですけど 50m ぐらいのところかかったな。なんかね中層で反応がずっとあって、そこと中層とで、あ、タイ叩くね、なんかすごくタイかよ。今はなんだっけ、ジャッカルのビンビンスイッチの 100g だったかな、緑金のやつをつけてます。この間ね平らばやった時に、まあ、メインはダイワのなんだっけ、あのオーソドックスなやつ、名前知っちゃった、使ってたんだけど、一人だけビンビンスイッチ使ってる人がいて、もうそれでしか釣れない時間帯があって、やっぱりねあるんだろうね、よその日の、おお楽しいの、その日のねこれがいいっていうのがね、何タイプか持ってくといいんだろうな。おーおーおーおお、結構叩くね、よいしょ、おお、ピピッ、さあそろそろリーダー入るよ。さあ今日一発目なんでしょうか。はい、リーダー入った。なんだろうな、あ、おお、しょっぱなからいいサイズの、おい、マダイ、おい、サンキュー。マジか、こんな簡単にあらららららら、らさあ、いいサイズのマダイですよ、50センチぐらい、よいしょっと、いいね、なんか仕掛け変えようかなと思ってたんだけど、痛い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 、お兄さん元気ね、お兄さんじゃない、多分お姉さんなんだよね、オスメスの見分け方わかんねえんだけど、今年ねオス1匹も釣ってないんだ、全部卵持ちでね、
白子食ってみてんだけど、よいしょ、はいはいはい、よいしょ、ちょっと気分を、はい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 、お兄さん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 お姉さんよっ、はい、いらっしゃいいうので、おー、しっかり口にかかって、あとね、鼻のあたりにもかかってるね。よし、やりました。今日一発目のマダイ50ぐらいやったぜ。なんか沖に行けば行くほど反応がないな。ちょっと手前戻る。いつものポイント調子悪いね今日。ダメだね。ちょっと一回ジグ落としてみよう。なんか変わるかもしれない。ダメだね、全然反応がない。あっちはなんだ、みんなどこ行ったんだろう。さっきまでねボート出してる人が3組ぐらいいたんだけど、あんなところにいるな。かなり浅いところでやってるね。水深 50m ぐらいなのかな、そこ。ちょっと行ってみっか。今日深いとこダメそうな気がする。さて面白くなってきたぞ。久しぶりに魚の反応あるぞ。いや今日全然あれだね、ベイトと遭遇しないわ。先週ね何回も固くしたと思うんだけど、ドカッとねいたんだけど、今日全然すれ違わないからちょっとね厳しいね。まさかこんな釣りになるとは。幸先良かったから続くと思ったんだけど、単発だな完全に。お、向かいに上がってきてる。お、当たってる。で、着底する。いいね、魚探の反応的にはなんか追ってきてるっぽいな。あ、いいねいいね。で、ここの巻き上げで当たれ。来てる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 。くす、かからない。来てる。よしよしよし。あ、くそこに乗せた方が良かったんかな。乗らんかった。来た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 。頑張れ頑張れ頑張れ。おい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 。もう合わせるぞ合わせるぞ。合わせろ。よし乗ったか。よし乗った、いいぞ。いやーしんどかった、2時間全く当たりなかった。おーいいね、元気元気。おーいいね、いいよ。よいしょ、いいねいいね。いやでもこいつ今水深 74m なんだけど、 50m ぐらいのところにいて、もともとでボトムまでそっからついてきて、よーしいいぞ。一回離れてたけどちゃんとかかってくれたね。あーしんどかった、マジで今日の釣り何なんだ。よいしょよいしょ。いやー、あ、そうそうそう、まだ話してなかったんですけど、今日はあの円月 XR、
ロッドを新調しました。あのね、完全にこう竿がいなしてくれるから無理にかける必要も全くないし、すっげえね、タイ釣りが楽になる。これの、フルソリッドのモデルにしました。よいしょ。おー、いいね。曲がるしさ、楽しいよ。いいサイズなんじゃないの、こんなトルクフルにこう動いてくれて。うわー、やばい、めっちゃ嬉しい。もう何でもいいから魚買ってくれっていう感じだったんだけど、全く反応なかった。で、いつもだいたい水深 90m ラインのところが大好きなポイントなんだけど、全く反応なくて、まあ、この74m か、このところまで戻ってきました。いやー、しんどいわ、本当に。こんな日もあるんだね。なんか真夏の釣りしてるみたい。いや、しかし上がってこねえな。いやー、気持ちいい。いいね、いいサイズなんじゃない。ちょっと期待できるよ、こんなに引いてくれんの。朝の1本目よりもね、だいぶ引く。おお、気持ちいい。70超えてみたいね。80いったら魚拓取ろうって決めてんだけど、さすがにそういうのじゃないだろうね。よっと、さて、来た来た、いいね。よし、来い、いらっしゃい。ちょっとやべ、暴れる暴れる。いらっしゃい、よっしゃ、来た。よっしゃ、いやー、しんどかった、しんどかった、マジで。よいしょ、どすこい。あー、いいサイズやん。60くらいかな。いや、長かった、ここまで。うー、よくショット、やったぜ。よっと、いや、いいサイズだね。サイズアップ、サイズアップ。どんなでしょうか、はい、またお姉さんですね。男子欲しいんだけどな、女子しかかからんね。はいはいはい、60がそこでしょ。10、20、30、40、50、ちょうど6ピッタ60ぐらいだな。ここで頭6、うん、60ぐらい。いやー、いいね。昨日作った自作のフックで、で、ネクタイは初心者マークカラーにしてみました。平場初心者なんで。いやー、うまいことかかってくれたね、嬉しい。針をね、前回ジグでやった時が12号でやってて、まあでかいタイがいるからでかい針がいいだろうと思ったんだけど、まあこの間ね、平場行った時に、いや、ちっこくしてみっていうのでアドバイスもらったんで、こいつがね、8号まで落としたんだよ、12号から一気にね。いやー、ドンピシャ、アドバイスありがとうございました。よし、2時間ぶりのヒットです。やったぜ。いやー、いっそダメろ、ちょっと気合を入れ直そう。なんでこんなダメなんだろう今日。よっしゃ、頑張るぜ。いただきます。いつ飲んでもうめえな、お前は。なんでかな、ちょくちょくね、魚探に反応が入り始めたから、ほんとすれ違いかもね。いつもなんだ、この時間にまだ釣れてるんだけど、沖の方で。もしかしたら丘側に寄ってんのかもね、魚が。まあ、そいつの出戻りを
狙ってもうちょっとこの今 73m なんだけど水深が、まあ、70か80か、いてもまあ90ぐらいのとこまでうろうろして丘に寄った魚が戻ってくるの待ってみようと思います。よし、もう一頑張りだ。じゃあまた2時間ぶりぐらいの魚探に反応。50m ぐらい水深、50m。 あーダメだ、取りすぎたな。いない、戻ってきて。辛いよ、頼む。一回着底でもいい。うわー、逃したというか素通りしてったね。頼む、ついてきてくれ。来た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 、いいぞ。よし、行くよ、合わせます。はい、乗って、よーし、よーし。あー久しぶりに魚がかかった、嬉しい。すっげー久しぶり、いやーしんどかった。はい、てなわけで、水深 65m のとこまで戻ってきました。で 50m あたりのとこで反応があったんで一回そこまで落として巻き上げたところにちょぼちょぼっとね当たりが入ったという形です。いやでもすっげえ軽いわ。なんでしょう、タイじゃなさそうだけどね、金頭かな。ゲドウでもいいんだ、今日魚の顔見たいわ。よし、リーダー入りました。おー、レンコちゃん、よいしょ、いいね。よっと、さあビンビンスイッチの 80g に、変えてみて、割とすぐ入ったね。よくいしょのしょ、はい、はいはいはい、浮き袋がね出てる。よいしょ、はい、レンコです。いやー久しぶりに魚が当たってくれた、嬉しい。やったぜ、お疲れ様です。さてもう反応全然ないんで今日はやめ、5ヒット3キャッチって感じかな。まあなかなか渋かったね、ベイトの反応も全然なかったから。まあいい経験になりました。じゃあとっとと帰ってね夕飯の支度しましょう。お疲れ様でした。反応がある、何あれ、来た来た来た、よし来た、よし、なんか変な反応あるなと思ったら、おー来た来た、よし、マジか、水深 14m。 いやちょっとドラグ入れるやん。おー、なんだこいつ、すげー強烈な魚探の反応があったから、うわこうやって記録残るのかな。上がってこい上がってこい、いいよ、引かなくなったけど、よし、おお、なんだろう、最後の最後で、おお来た、マゴチ、おお、くー、マジか、あんな反応すんだね、すげえ。いやそこの方で強烈な反応してから、おお首振ってる振ってる、いいサイズだよ、よし、落ち着け落ち着け、冷静に冷静に、よし、あーダメだ、竿が長い、よっしゃ、よーし、ふぅー、マジか、マジか、こんなとこで出れるとは、いっつも素通りした場所だもん。でかマゴチ、いい、すげえ。まあ、そこの方で多分捕食したんだろうね、なんかを。魚探にすげえ反応があったんで、
落としてみたらドーンだね。よっしゃ10、20、30、40、50センチ、ちょうど50ぐらい。いやーいいね、まさかのゲストだな。はい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 、よいしょ、針丸飲みだな。後で外そう。やりました、マゴチ、やったぜ。